こんにちは、カババです。久しぶりにね、ザックのご紹介です。ちょっと開けますね。これはね、カリマーのクーガーエイペックス70プラスです。まあ、見た通りね、テンパクとか、あと長期重装向けの大容量モデルです。まあ、僕的には、まあ、初めてのカリマー製品 で大容量ザックとしてはね、まあ、ほぼ大体9年か10年ぶりの買い替えになります。でね、皆さんもね、まあ大体そうだと思うんですけど、こういうでかいモデルって、まあ、僕なんかね、まあ多くてもね、年に10回使うかどうかなんですよ。まあそんなわけでね、1回買ったらね、大体これ10年から15年近く使いますね。で、ちなみにね、これの前に使ってたグレゴリーのバルトロ75。これはよく使ってね、まあ大体10年ぐらい使ったんですけど、たださすがにそこまで使ってると、さすがのバルトロもね、縫い目がほずれてきたりね、あとは中のコーティングが剥がれてボロボロ落ちてきちゃったりで、まあ仕方ないのでね、まあ今回買い替えたということなんですが、宇都宮のね、石井にね、ザックを買いに行った時に、パッと見たらね、ずらーっといろいろ並んでるわけですよ。この魅力的なね、ザックが。ただね、ザックはね、いっぱいあっても、大容量ザックっていうのはそれほどね、選択肢がなくてですね、まあその中でも候補に上がったのは、まあグレゴリーとかミレーとドイタ、そしてこのカリマーだったんですが、どのメーカーのもね、機能的に、まあ一長一短あってね、まあそう簡単に決まんなかったんですよ。それにね、これの値段もね、だいたい4万円から5万円はするしね。で、簡単にね、ポンとは選べないですよね。まあ失敗したらでかいからね。ただね、そんな中このカリマーにするというふうな決め手になったのは、この SA システムというね、単語があったんですよ。これ SA システムってね、まあサイドアジャストシステムなんですけど、これってね、まあ簡単に言うと背負った後でも、背面長の調節ができるっていうシステムなんですね。それでね、このカリマークーガーエイペックス70プラスに決めたというわけなんですが、この SA システム、サイドアジャストシステムですけど、まあ正直言ってね、まあ初耳です。初めて聞く言葉だったんですけど、あ、僕ね、買うとき、大体お店のスタッフさんに相談したりとか、まあアドバイスをいただいたりってすることは、もう最近は全然ないんですけど、何せね、このサイドアジャストシステムって言葉に非常に興味があったんで、今回だけはね、本当いろいろアドバイスでいただきました。ありがとうございました。ではね、早速、まあ、スペックも含めてね、見ていきましょう。品名がですね、カリマーのクーガーエイペックス70プラスですね。イギリスのメーカーですね、カリマーは。イギリスって面白くてね、高い山全然ないのでね、非常にエベレストとかね、高い山の登山は得意なんですね。で、そのね、イギリスのカリマーのクーガーエイペックス70プラス。で、この本体の大きさが、まあ、縦が80センチですね。で横が38で、この町ですね、町もだいたい30センチぐらい、まあ、こうして見るとね、まあ、割かしシュッとしてます。で、ポケットの数なんですが、これ外側がですね、さっき数えたら7個で、内側が3個だけかな、だから合計10個ですね。で、こちらの重さが 2.37kg ということで、すごくね、軽く感じます。あとね、サブザックがついてるんですよ。これね、ちょっと中開けますと、はい、これがですね、サブザックということで、まあ、普段はね、これハイドレーションの袋入れになってるんですけど、ホック2箇所と、あとここにフックですね、上に。これ2箇所外すと、まあ、このようなね、サブザックになります。容量的にはね、まあちょっとどれぐらい入るかわかんないんですけど、まあ、とにかく軽いですね、これ。100g ぐらいあります。そんなサブザックが中についてるということですね。これもポケットあるしね、まあ、山頂アタックとかね、まあ、その辺に最適なんじゃないかなと思います。この内蓋に、ここを開けるとね、はい、これレインカバーがついてます。まあ大型ザックはね、もうレインカバー標準装備だと思うんですけど、このレインカバー、このレインカバーを入れる袋がちょっとないんで、これを入れるね、ビニール袋かなんかを用意した方がいいと思います。で、希望小売価格はね、4万9500円ということで、まあ、僕がね、石井で買った時は、まあ、これよりね、大体、まあ、1割か2割ぐらい安かったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでございましてね、いくつかね、この機能的なポイントを挙げていきます。まずね、最初はですね、さっきと重複しますけど、これが、まず1番目ね、これサブザックがくっついてます。それと2番目は、やっぱりね、大型ザックなんで、まあ、1回物入れちゃうとね、なかなか取り出しにくいってことがあるんで、フロントからもね、開く、フロントオープンタイプですね。こ
ここがそうですね、はい、ここをねぐっと開けると、まあ、フロントからもね物が取り出せるようになります。でここはね止水ジッパーになってますね。はい、で続いてこの内側のですね、雨蓋の内側の、まあ、隠しポケットみたいなポケットですね。ここにはねキーフックのちっちゃいやつ、これがくっついてます。あとですね、まあ、大体ねあとは大型ザック共通だと思うんですけど、まあ、上の蓋ですね、ここもグローブしたままでバーッと開けるように、まあ、クイックアクセスオープニングということで、まあ、すぐパーンと開くようになってます。あと僕的にねこれは絶対外せないなと思ったところがあって、まあ、それはここなんですね。2機室構造ですね。前使ってたバルトロもそうだったんですけど、まあ、上側と下側で機室が分かれてるんで、まあ、これ中ね調節することで、まあ、寸胴型にもなるんですけど、やっぱここ分かれてるとちょっと濡れたものとかね早立ちするときは濡れたテントもしまわなきゃならないんで、まあ、そういう時はこの下に入れとくということで、まあ、上のものと下のものを分けることができると、まあ、これがやっぱりねすごい非常にいいと思います。はい、あとねここがですねフロントがですねこうオープンポケットになってまして、こうストレッチなんでこう結構伸びます。レインウェアとかあとウィンドブレーカーとかね、まあ、その辺ポン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 入れとけるんで非常にこれ便利だと思います。あとね隠しポケットってわけじゃないんですけど、さっき見たらねここに縦にね、まあ、こういうポケットがついてました。これ前使ったバルト用でもあったんですけど、これね非常にいいなと思うのはこの折りたたみの傘ですね。あれがちょうどねここにポンと入る、まあ、大きさというか長さになります。折りたたみ傘が3本ぐらい入りますね。あとはねタオルなんかここに入れとくとね取り出しやすくていいと思います。はい、あとね、まあ、裏側を見ますとちょうど内部とねここら辺の穴で連結してますんで、これハイドレーションが使えますね。あとこちら両サイドに、まあ、こういうサイドポケットですね。こう左側も、まあ、右側もねサイドポケットがついてますんで、例えばテントのポールとかね、まあ、ここを受けることもできますし、まあ、この大きさだったら、まあ、500とか750ぐらいの、水のボトルですね、まあ、そんなのも余裕で入ることができます。内側というか背中側なんですけど、まあ、これも大体一緒ですね。ここにサイドポケットがついてます。これはヒップベルトですね。ヒップベルトのサイドポケット、これが両側についてます。でここもねやっぱストレッチになってるんで、かなりね中入れてもこうグッと膨らむんでかなりの量が入ると思います。あと裏側で言うとね、これねちょっとさっき気づいたんですけど、これチェストベルトですね。これチェストベルト、これ笛になってますね。ね、僕オスプレイ好きでオスプレイのザック使うんですけど、オスプレイもこうなってますね。ちょっと鳴らしてみますね。まあ、こんな感じでね鳴らすことができるということですね。次にね再びこう表側なんですが、ここ見るとねデイジーチェーンになってますね。こうフックがついてます。こっちもですね。ですのでバンジーコードとかね、あとはカラビナをつけて拡張性があると、まあ、いうようなことですね。で次はねレインカバーがついてるということですね。まあ今のね大型ザックはほとんどレインカバーがくっついてます。こう純正のやつがあるとね非常に便利です。で続いてね、まあ、これが革新なんですけど、まあ、サイドアジャストシステムって話をね、まあ、冒頭させてもらったと思うんですけど、これねカリマー独自の背面調整システムで、背負ったままでもね無段階調整ができるということなんですね。で背面調っていうのはこれメーカーによって若干違うんですけど、もう背面調 L サイズとかね背面調 M サイズとか、だから要は後調整できないけど、腰骨とあと背中の骨の位置の関係であなたは M サイズですねとかね L ですねとかって、まあ、ショップの店員さんそういう風にやってくれますけど、これは M とか L とか決まってないんですよ。これはショッターとベストの背面調に調整できるというシステムなんですね。でまだねこれ使ってないんで今ちょっとここではやらないですけど、これ背負ったまま背面調調節できるということ、これが大きいですね。その動画はねまた改めてすぐ出したいと思います。はい、でねここまで解説していてね、まあ、気づいたんですけど、
まあ、正直言ってね、こちらのカリマークーガーエイペックス70プラス、さっき言ったサイドアジャストシステム、背面調をね無段階調節できますよって機能、サイドアジャストシステムを除けばごく普通のよくできた大きいザックなんです。ということは逆に言えばね、僕みたいな、まあ、長年グレゴリーなんかを使ってた人間にも、まあ、違和感なく使える、そういったザックだというふうに言えますね。だからね、今回のねこのザックの乗り換えが、まあ、非常にいい方向にね行けばいいなというふうに思ってます。で、先ほどのね、まあ、アジャストシステムの話をしましたけど、やっぱりね、こういう4万円、5万円とかってする大型ザックの場合は特にですね、新しい機能を盛り込むことが多いので、必ず店員さんにね、まあ、機能の説明とか、あとはね、アドバイスとか受けた方がいいです。知ったかぶりしないでね、初心者なんですけどぐらいの気持ちでね、聞くとね、本当にいいことを教えてくれますんで、本当に良かったと思います。まあ、今回のねこのザックの乗り換えが、まあ、いい方向に行けばいいなと思ってます。はい、というわけでございましてね、今週末実はね東京の山奥に、まあ、キャンプに行くんですけど、早速このねカリマーの APEX70 プラスを使っていきたいと思います。はい、今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。カババでした。